どうもすいません、画質が悪いのは携帯配信です。どうもです、こんばんは。ですね、僕パソコンの充電使い切ってしまってヒカルくんの枠にいたんですけれども、リアトツが、2人、していただけました。なので32名です。で今ですね、 LINE の方に連絡があって、フワッチの配信者の方、シャンコーさんっていう方が今いらっしゃるみたいなんで、30分だけリアトツ再開します。よろしくお願いします。その後ね、ユニクロに行って買い物しようと思ってます。楽しんでってください。皆さん、リアトツ町です。仙台リアトツ多いね。仙台リアトツ多いですね。めちゃめちゃすごいです。仙台暑いっす。どこら辺にいるんだろうな。こっち側かな、入り口。今日どこ泊まろう、なんつったっけな、リスナーさんが言ってたホテル忘れちゃったんだよな。3500円のホテルがあったんだけど、なんて言ったっけ。なんか人の集まりがすげえ悪いな。なんだろう。ああどうもどうも、野生人さんありがとうございます。リアトツカウントさせていただきました。カプセルホテル？まだホテルついてないよ。なんかね、3500円で安いホテルがあるって言ってヒカルくんの枠で言ってもらってたんだけど、名前忘れちゃった。はい、ワード2、ユウさんいらっしゃい。映像音声問題ないですか？すいません、携帯配信なんで画質が悪いです。申し訳ない。ちょっと今からね、シャンコーさんっていう方がリアトツに来ていただけるみたいなんで、配信者の方なんですけど、急遽突発での携帯電話で配信をしようと思います。どこなんだろう。ドクトル X さん何分ぐらいかかる？リアトツ今日だけで4人もう確定してます。リアトツ4名です。で今から5名目がいらっしゃいます。プーチンいらっしゃい。ドクトル X さんぜひぜひ。ただね、充電とかがないからリアトツね、何時ぐらいがいいのか教えてもらい、 LINE に連絡欲しいですね。ドクトル X さん LINE に連絡お願いします。おなつさんはドツ、東京なんですか？もしよかったら5月の20日にオフ会やるんですよ。でもしよかったらご招待しますよ、ドクトル X さん。結構10人20人ぐらい集まりそうな予感です。今回はステッカー忘れてた。いえいえ、その人なら法政通りを歩いてた。法政通りが分かんないな。ちょっと今パチンコ屋ヒカルくんと打ってて、ヒカルくんが出てるから、ヒカルくんごめん俺リアトツあるからっつって解散しました。8000円負けました。刑事で。全然コミュ障な人多いよ。俺も障害持ってるから、精神障害者手帳持ってる人もいるし、コミュ障の人多いよ、ワードリスナー。全然みんな優しいよ。一回参加するとね、落ち着くと思うよ。大丈夫だと思うよ。ヒカルくん出てるね。刑事。今日行けないです。本当に？オッケーオッケー、サブちゃん。オッケーオッケー。たくさんリアトツしていただいて、なんと今日だけで支援、ご支援3万円もいただいてます。超ありがたいよね。仙台の人みんな恰幅がいいですよ。いや、たからない、俺はもうユニクロでシャツ買ってどっか泊まるよ。優しいかどうかわかんないけど、
うん、結構ね最初みんな勇気がいるんだよ、あのリアトつって。でもねみんながいっぱいいる方がいいよ。コミュ障の人ってあのなんだろう、1対1の方が俺が困る。俺もコミュ障持ってるからなんか気使って嫌じゃん。だったらいっぱいゴツゴツしてる時に顔出して、初めての人も多いからそこで2回3回って来るようになったらね、あれだよ、仲いいリスナーさんとか出てくるよ。仙台地味に配信者多いね。そう、最初の勇気だよ。でも行動しないと何も起きないから、それはあの配信に限らず全てのことに言えることだから。うん、だからもしドクトレ X さんが本当に会いたいと思ってるんだったら俺らはウェルカムだよ。全然ぜひ会いたいっすね。うん、悪い人いないから。いや、聖司英二さんね、フレンドリーだった、めっちゃありがとうございます。亀尾さんはトツ、今リアトツ現在4名ですね。リアトツ現在4名で5名あの配信者の方が今いらっしゃるみたいで、今待ってます。いや、聖司さん会ったのよ、さっき。ヒカルくん、ヒカルくんリアトツで、そう、その時に会いました。どこ泊まろうかな、どうしよう。すごいですね、ありがたいっす。親ともここ10年喋ってない。出た方がいいよ、人生変えよ。俺手伝うよそういうのは。うん、だから何もしないやつは何も人生変えられないから、そう、コミュ障だから何々だからって言い訳するのはやめよ。うん、会いたいと思ってくれたんだから、そのなんつうの、好奇心に勝るものはないよ。そう、恐怖と戦える唯一の武器は好奇心だけだから、俺はそう信じてる。俺だって旅に出るの怖かったし、生活保護抜けるの怖かったし、全部怖かったけどやってるよ。俺は戦ってるぜ。見た目やばいの。プーチンさんどんな感じなんだろう、会いたいっすね。うん、あ、プーチンさん知り合いなの、野生児さん。あ、そうなんだ。いや、ありがたいっすね本当に。いやいや、本当だと思うよ、好奇心だけだと思うよ、恐怖に打ち勝てるのは。そう、何かをしない時の言い訳を考えるよりもね、する、その好奇心で失敗してもいいから、傷ついてもいいから行動してるやつが俺は好き。あ、そうなんだ、顔面に障害があるんだ。うん、そっかそっか。相手迷子。嘘、配信つけてんの今。どうすればいいんだろう。みんな優しいよ、ワードリスナーは。まあいろんなね、コンプレックスとかあるからね。タクシー乗った。仙台の人なのかな。そうね、やっぱり生で見た時の感覚っていうのが本物だと思ってるから。あ、よかったよかった、いいよ、ゆっくりでいいから待つよ俺は。あのドクトル X が勇気が出た時でいいよ、俺はひたすら待つから。もうこの人に会わなきゃとか、絶対に会いたいと思った時でいいよ。うん、それまで配信でいつでも会えるし。うん、それはドクトル X 自身の問題だから、俺の問題じゃなくて。うん、俺は待つことしかできないから、会いたいと思ったら言って、声かけて。うん、から、カラスマルさんはどく、どうすればいいんだろうな、どうしようか。そう、携帯電話ごめんね、バキバキで、あの画面割れてて見づらいと思うけど、うん、携帯電話もな、変えないとな。95名さんいらっしゃい、楽しんでいってください。本日旅配信が、今日は、旅配信が17日目、現在リアト数が32名で33名目がいらっしゃいます。外も正直5年出てない、歯も抜けてます。大丈夫だよ歯なんて。お疲れっす。アンパンマスクさんとプーさんいらっしゃい。もしよかったら初見さんフォローしていってください。一緒に旅を楽しみましょう。ワドを押してくれる人はアットマークワド旅団って入れてください。よろしくお願いします。 Twitter、Facebook、LINE など公開してますので、プロフィールページ見てください。
嬉しいっす、嬉しいっす。雨はね、大丈夫だよ。屋根のあるところにいたから。ヒカルくんとコラボしてて、ヒカルくんの枠にずっといたから。嬉しいよ、シャックンにも会えたし。仙台来てよかったね。本当によかったよ、行動して。郡山長かったからね。ゆっくりでいいからね。行動してこう。焦る必要ない。仙台の宿まだ決まってなくて、どうしようかなと思って。おい、ワト2。みくみんいらっしゃい。どうしようかな、宿。迷うよね。で、だって俺もね、福島でリアト2あったじゃん。郡山の初めてのリアト2の人なんか群馬から来てくれたの。片道2時間半車で。夫婦で。ありがたいよ。さっくんも2時間かけて来てくれたんだよ。本当にありがたい。俺も頑張ってるけどさ、リスナーさんもさ、こうやって会いに来てくれるんだよ。ワード自体も旅前は引きこもり顔だったけど、今いい顔。なんか顔つき変わったよね。うん。ヒカルくんって今後ろでパチンコやってます。出てます。うん。今音出せないからコメントで教えて。たくんね、それはわがままだよ。それはわがままだよ。鳴子なんてちょっとした旅行、あ、そんな遠いんだ。俺が土地勘ないからね、あの障害のせいでね、あの地名とか覚えらんないんですよ。僕行った場所しか覚えらんないの。まだ来ないな。どうすればいいんだろう。30分ぐらいしか放送できないからな。今何分だ、放送始まって11分か。どうしよう。初見さんもしよかったらフォローしてください。よろしくお願いします。どっかホテル泊まって配信したいけどな、そろそろ。ヒカルいるのか。ヒカルくんはパチンコ一緒に打ちに行ったんだけど、今ケージが当たってるね。ゴルゴワード2、記憶障害とは違うんだよね。関心のないものが覚えられないの。うん、関心のないものは覚えられない。おちびさんありがとうね、コメント。うん、どうしようかな。まあでも飲まれるか微妙だけどね。バカがつてるっていうよりも打ち始めだから。まあ確定入ったところだ。こうつくって言ってる本当に。オッケーオッケー。興味ないから覚えないっていうのはちょっと違うんだよ。あのそれが結構その障害のレベルだから本当に覚えらんないの。その努力して覚えられるとかじゃなくて、関心のないものは本当記憶に残らないの。根本的に忘れちゃうっていう。結構困ったりするんだよ。うん。そう。あと、その記念日とか誕生日とか、その普通の知能は持ってるんだけど、その覚えられないこととかがあるの。あと漢字が小学2年生ぐらいしか書けないとか。それはね、努力の問題じゃないんだよ。初見さんいらっしゃい。もしよかったらフォローしてください。仙台いわき市に知り合いのミュージシャンおるから。あ、どうも、はじめまして、和藤です。どうもどうも、ありがとうございます。いやイケメンですね。かっこいい。あ、映していい？あ、大丈夫ですよ。イケメンですよ。画面バリバリ、画面バリバリっすよ。あ、皆さん、ちゃんこというものです。ちゃんこさん、すいません、ありがとうございます。いやこの辺にお住まいなんですか？いや、ちょっと遠くですね。うん、ちょっと遠くで。たまたまこの辺にいたんですか？いや、会いに来ました。うわめっちゃ嬉しい。え、結構遠いんですか？この時間だと1時間ぐらい。マジでありがとう。めちゃめちゃ嬉しい。1時間かけて会いに来てくれたって。やったー。どうも、和藤です、はじめまして。やったー。何これミーハーって。いや、リアトツしに行くのはミーハーかなって思って。ああ、なるほどなるほど。いいじゃないですか。僕もいろんな配信者会いに行きましたよ。あー、よかった。あの、うん、いや、僕今日はちょっとママと焼肉行かないって言ってたんで、うん、明日とかって何してるんですか？明日多分この辺うろちょろしてると思いますよ。なんか松島行きたいとか言ってたじゃん。あ、行きたいっす、行きたいっす。もし車を出すんで。マジで本当に、はい、え、お願いしたい、ぜひ連れて行こう、あの一緒に。マジでかなと思って。いいの？は
はい、うわめっちゃいいじゃん。いやぜひお願いします。で明日ちょっとがっつり絡みたいな。ぜひぜひ。ママと今日で僕も北海道住んでるんですよ、うん、えで実家こっちで。はい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 、たまたま。なるほど。たまたま来て。じゃあ明日お願いしてもいいですか。はい、いいっすよ。了解です。ぜひ。何時ぐらいにした方がいいですかね。まあ、昼前ぐらいからにしますか。じゃあ了解です。11時とか LINE で連絡取り合う感じで。そうっすね。ぜひ。うわ助かるわ、めちゃめちゃ。いやミーハーだな俺。やっ会えたみんな会えた。マザコンなんですよ。マザコンなの？いいじゃん、お母さんと仲良くて。俺なんか母親と仲悪いから羨ましいよ。あ、そうなんですか。うん。三高の運転怖いって書いてあるけど。そうなんです。さっきぶつけたんですよ、あのミラーだけ。なんで？大丈夫だったの？大丈夫、大丈夫でした。え、今おいくつぐらいなんですか、三高さんは。25です。おー、若い。フレッシュだ。これからの配信者だ。配信歴どれくらいなんですか？1年ぐらいですかね。おー、じゃあまだこれからだ、これからだ。これから来ます。来たい、本当に。俺もでも。ねえ。いろんな人に会って。ねえ、よかった、無事に会えて。ありがとうございます、ナビしてくれた人、ワドです。ありがとうございました、皆さん、本当に。配信者さんで、今、ふわっち、あ、ぜひぜひ、宣伝してください。いや、ちゃんこうと申します、ちゃんこうと。ふわっちがメインの配信者。ふわっちですね、ふわっちだけですね。のみ、はい、ふわっちで、ちゃんこうで、うが小さい。あ、ありがとうございます、うん、本当に。ひらがなで、ちゃんこうのうが小さいバージョンです。そうですよ、本当に、うん、ありがとうございます。配信やられてるちゃんこです、はい、うん、うわちっちゃいけどな、うわ、うん、じゃあ明日ぜひお願いしてもいいですか。はい、明日がって絡みましょう、うん、了解です。こんばんは。こんばんは、嬉しいです。仙台たくさんの。どんぐらいいる予定なんですか、こっち仙台では。全くもう旅はもう本当にノープランで、その場その場で考えながら、コメントでどこがおすすめだよとかそういうのを聞きながら移動してますね。マジ売名か。売名です。いやだって売名だよ、売名でいいんだよ。みんな最初売名だもん。だって配信やるってことが売名なんだから、そもそも名前を売ってなんぼなんだから。うん、アメリカのブラバンクらってたちゃんこうちゃん。あ、そうです。お、バレリアいらっしゃい。あ、そうだ、ホテルメイフラワーか。喫煙朝食付き残り4部屋。あ、メイフラワーじゃ行くわ俺、うん、じゃあ明日お願いします。そうですね、ぜひ。うん、じゃあぜひぜひ明日がっつりコラボするんでよろしくお願いします。はい、あのさ、なんだっけ、その松島って電波ある？微妙？マジで電波なかったらじゃあプライベートでがっつり絡みましょう。配信者2人いてね、うん、じゃあ明日ぜひよろしくお願いします。はい、うん、じゃあこっち切っちゃおうかな。あ、いいよいいよ、いいよいいよ、切んなくていいよ、こっちは。ステッカーのこっち。あ、本当に、はい、ありがとうございます。明日でいいんじゃん。明日でいいですか。うん、明日にしよう。うん、じゃあ皆さん僕切ります、はい、僕の枠切るんでちゃんこうさんのところに流れてきます。じゃあ今ちゃんこうさんの方に行ってあげてください。ちょっとこっちの枠切りますよ。やった、お疲れ様です。ひらがなでちゃんこうでうが小さい方です。やった、皆さんおやすみなさい。リアトツのちゃんこうです。ちゃんこうさんです。じゃあねー。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよもう。